皆さんこんにちは、ビーレジェンドセブラです。本日はこちら、こいつはうめえ風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。昨年は大好評いただきました、こちらのねこいつはうめえ風味、今年もね登場となります。どんな味かね飲んでレビューしていきたいと思います。1キロパッケージご購入いただきますと、ビーレジェンドではねあのスプーンが付属してまいります。こういった形で、ね、真っ黒なねスプーンが入っております。こちらまあ大スプーンって呼ばせていただいてるんですけど、まあ、こちらをねパウダーすり切っていただくと、あのしっかり 30g 計量できる設計になっておりまして、すり切りのパウダーを溶かして飲んでいただくことでタンパク質がね 20g 摂取できる形になっておりますんで、ぜひねこちらご活用ください。じゃあちょっとね早速パウダーがねどんな感じなのか開けていきたいと思います。うわ、すごい酸っぱい匂いですね。あ、でも梅のなんていうんですかね、あの爽やかないい香りですね。パウダーはこのような形です。梅風味は結構サラサラとしてる質感がありますね。中にはね結構あのしっとりしてるパウダーもあったりするんですけど、こいつは梅風味は結構サラサラしてますね。ものすごく酸っぱい匂いがしているので、唾液がね出てくるぐらい酸っぱい匂いがしております。ただめちゃくちゃ美味しそうですね。こちらね、裏面の方にすり切り1杯を 150ml から 300ml のお水に溶かして召し上がりくださいって書いてるんですけど、自分はねいつも 200ml で飲むのが好きなんで、本日もね 200ml 入れてきております。この辺はね味の好みで調整してみてください。飲んでみて薄かったなと思う方は水の量を減らしてあげれば調整できますしね、ちょっと甘すぎるとか濃いそう感じた方は水の量をちょっと増やして飲んでみてあげてください。本当にねサラサラしてますね。ものすごく綺麗に溶けましたね。でね、パウダーがねやっぱり酸素に触れちゃうとね劣化する恐れがありますんで、しっかりねこう空気を抜いてあげて、このねチャックを締めてあげることで、あの劣化をね防ぐことができますんで、ここねかなり大事なんで、しっかり空気を抜いて締めてあげてください。こうやってねしっかり保管しておくことでね、次もね溶けやすいパウダーでね飲むことができるんで、空気に触れないようにしっかり締めて保管してあげてください。すごくこっちもね綺麗に溶けてますね。泡立ちもねダマももうほとんどできておりません。じゃあ、ね、ちょっとどんな感じか開封。お、あら。さっきのねパウダーの方が酸っぱさを感じましたね。少し落ち着いた感じになりますが、ただ非常に美味しそうな梅の風味がしております。一足先に今回もいただいていきたいと思います。いただきます。うまい。こいつはうめえ。こいつですね、やっぱりうまいっすね。かなり飲みやすいですね。ほのかに甘くて、で酸っぱすぎず、絶妙のね加減になってます。めちゃくちゃ美味しいです。で甘い系かさっぱり系かで言うと断然さっぱり系のフレーバーですね。フルーツ系のねさっぱりとしたフレーバーが好きな方にねおすすめできるフレーバーです。僕が昔ね梅のね板ガムってあったんですよね。あの雰囲気にね近いのかなっていう印象ですね。なんかすごく懐かしい感じのね梅で、絶妙なねあの甘みと酸味で飲みやすい。梅のベースの何かこう飲み物とか好きな方でしたら、ね、絶対好きなんじゃないかなと個人的には思います。めちゃくちゃ酸っぱい梅干しとかとはまだ全然違う、本当に飲みやすい梅のね感じになってます。めちゃくちゃおすすめです。こいつは梅風味の A4 成分表示なんですけれども、エネルギーの方が 114.5kcal、 タンパク質が 20.6g、 脂質が 1.7g、 炭水化物が 5.2g、 食塩相当量 0.3g、 ビタミン C が 42.9mg、 ビタミン B6 が 1.2mg、 クエン酸もね 1950mg 入っております。昨年ね登場したフレーバーだったんですけど、本当に大好評いただきまして、今年もね満を持しての登場となります。今回もね数量限定フレーバーで、もうなくなり次第終了となります。おそらくね
今年度のね作成はねないかと思います。なくなる前にお早めにね試してみてください。商品のね詳細につきましてはこちらのね動画のね概要欄の方に URL を貼っておきますんで、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてください。もう3月なんでね、こう梅もねほんと綺麗な時期かと思います。花見をしながら飲んでみるのもいいんじゃないでしょうか。それではまた次のね動画でお会いいたしましょう。さよなら。